メガヘルツマイナス五十三ペイブロー、メガヘルツマイナス五十三 j ペイブロウ3メガヘルツマイナス五十三ペイブロウはアメリカ合衆国のシコルスキーエアクラフト社製のヘリコプターアメリカ海軍で運用される総快型のメガヘルツマイナス五十三 e については CH マイナス五十三 e を参照 HH マイナス五十三は HH マイナス三ジョリーグリーンジャイアントの後継となる 長距離の戦闘捜索救難用として CH-53C スタリオンをもとにアメリカ空軍向けに開発された機体であった。同期はベトナム戦争で撃墜されたパイロットの救出に活躍したが迅速なパイロット救出のためには夜間全天降下での作戦能力が必要であることを米空軍は早くから認識していた。このため性能は 限定的ながら抵抗量テレビを搭載したイエーチェッチ -53H ペーブロー I が試験的に開発された。1975年には、より強力な夜間、全天候救出装置を搭載したペーブロー2が登場。そして、さらに能力を向上したペーブロー3が HH-53H として正式採用され、発揮の HH-53 C と2機の CH-53C がこの規格に改修され、1979年から配備された HH-53H の名称は、後に特殊作戦任務が課されることになったため、メガ MHz-53H と改称された。その後、イーグルクロウ作戦の失敗により、同作戦に使用された RH-53D の能力不足が指摘された先訓をもとに、 メガヘルツ -53J ペーブルを3が開発され、メガヘルツ -53H と少数の CH-53C がこの仕様に回収されることとなり、1988年から配備された。メガヘルツ -53J は統合デジタル電子機器の採用によって信頼性を向上させ、強化型トランスミッションや重量 454kg の走行板が、 採用された。また、海軍の軍艦への展開を考慮して、メインローターとテールブームは折りたためるようにされた。メガヘルツマイナス五十三 j は、さらに九百九十九年末からメガヘルツマ MHz-53M ペイブロー四へと、能力向上された。現在は、c v 二十二 b オスプレイの配備により、全機退役している、e。EH-53H ペーブロー IHH-53 b から改造。一機のみ。ehh-53h ペーブロー 2hh-53c から改造。hh-53h ペーブロー 3ch-53c と hh-53c から改造。あとに、メガヘルツ -53h と解消。メガヘルツ -53j ペーブロー3メガヘルツ -53m ペーブロー 4a が。 トランスフォーマーでのワンカット、ジャッカル、ブルース・ウィリス演じるジャッカルの大統領夫人暗殺を阻止するため使用される、トータル・フィアーズ核爆発後に大統領を救出する輸送機として登場。トランスフォーマーディセプティコンズの一人、ブラックアウトが変形する、バイオハザード3アンブレラ社の地下施設から、スーパーアンデッドを積んだコンテナを輸送する際に登場。 パシフィックリム PPDC 司令官の移動時などに登場。なお、小説版では CH-53K キングスタリオンとされている。今そこにある機器メガヘルツ -53 が登場する。映画版では状況設定を変えているので民間用の UH-1 に置き換えられている。防国のイージス防衛庁情報局がタイテロ特殊部隊の輸送に使用。 ダブルクラッチ、アメリカ軍が使用し、主人公達の輸送に使われる、コールオブデューティシリーズ、COD、メガワット2キャンペーンで、ローチたちを救出するために登場するほか、終盤にも、シェパードたちのノルズ・オディアック・ボートを回収するために、登場する。また、マルチプレイでは、キルストリーク報酬として、航空支援を受けられる、COD、メガワット3マルチプレイにて、 アサルトストリーク報酬として、航空支援を受けられる。マーセナリーズにワールドインフレームス、リベレーターという名称で登場し、連合軍が使用する。ドアガンとして、機体両側に M134 ミニガンが搭載されている。ありがとうございます。